はい。はい。あの子は、今日も部屋から一歩も出てきません。相変わらず空想の友達の話をしています。私が、そんな子はいないのよって説明すると、見たこともないような恐ろしい形相で、あの子のあんな顔、見たこともない。先生、明るくて元気で。お母さん。ほがらかだったあの子は、どこへ行ったのでしょう。落ち着いて、お母さん。正念場ですよ。ここは気を強く持って。娘さんはもっと辛いのです。今我々が見放してしまったら、彼女を守ってあげられる人はいなくなる。私も可能な限りバックアップします。一緒に元気なナオミちゃんを取り戻しましょう。はい、ありがとうございます。少し心が落ち着きました。では様子を見てきます。ええ、気をつけて。あまり刺激を与えないように。ナオミ？ナオミ？もう寝ちゃった？お母さんだよ。開けるよ。ナオミ？またそこにいるの？立ちっぱなしじゃ足痛いでしょ。ベッドに座ったら？お母さんね、今日いいことがあったの。お買い物に行ったらね、ペットショップにすっごくかわいい子猫がいて、ほら、前にナオミが飼いたがってたでしょ。茶色い毛並みのスコティッシュちゃん、その子がずっとこっちを見てるの。お母さん、ケージから離れられなくてね。ナオミにも会わせたいなって。ね、明日一緒に出かけない？学校は休んでもいいって先生が許してくれたよ。サボっちゃってお買い物行こうよ。いや、かな。ねえ、ナオミ、どうしてそこにいるの？そこに誰かいるの？聖子。ナオミ、あのね、冷静に聞いてね。お母さんも知りたいんだ、あなたの友達のこと。あなたのクラスの聖子ちゃんっていつからいるの？ずっと。あなたのクラスって2年9組。うん、そうだよね。みんなとっても仲のいい素敵なクラスだって聞いてるよ。だけどね、だけどどの子に聞いてもね、出てって。どうせ信じてくれないくせに出てってよ。出てって。信じてないのに信じてるふりをして私のことおかしいと思ってるでしょ。ナオミ、手を痛めるよ、やめて。いい、そんな子はいないよ。気をしっかり持って。気は確かよ。おかしいのはみんなよ。落ち着きなさい。うるさいな。みんなどうかしてるんだ。私が正しいんだ。ナオミ。ナオミ、お願い、落ち着いて。離して離して。お薬よ。ナオミ、落ち着けるよ、楽になるよ。いやー、ナオミ、飲みなさい。
雨音が消えゆく頃闇